ミルコ・アンテヌッチは、イタリアのサッカー選手。ポジションは FW。SPAL 所属。2007年7月、セリエ A のカルチョ・カターニアに移籍した。カターニアでは、ほとんどのシーズンを期限付き移籍に回され、2011から12、シーズンは14試合に出場するも、森本高幸らの台頭によって、出場機会を失った。 2011年1月23日、セリエ B のトリノ FC に移籍した。翌シーズンは主力としてクラブの一部昇格に貢献した。2012年6月21日、カターニャに復帰した。2014年8月、テルナーナカルチョでの活躍を受けて、フットボールリーグチャンピオンシップのリーズユナイテッド AFC に移籍した。 2016年5月7日の自身のインスタグラムで対談を表明。2016年6月30日、セリエ B の SPAL に加入した。同シーズンにリーグ3位となる18ゴールを挙げチームの一部復帰に貢献すると、続く2017から18シーズンは、セリエ A で11ゴールを記録するなど、エースストライカーとしてチームの一部残留に貢献した。 2019年7月 SSC バーリに移籍した。ありがとうございます。